はい、現代ビジネス米中貿易戦争激化でついに習近平に猛烈批判が続出、うん、中国で夏恒例の北大河会議が開催される時期が近づいてきたが過去1週間中国政治が急風雲急を告げ始めた。 7月4日、上海で若い女性が習近平の独裁に反対と叫んで習近平の肖像に牧汁をぶちまける動画をツイッターに投稿しこれが反響を呼んで住みかけが流行しそうになったため当局が慌てて女性や家族を拘束する事態になったと丸に7月9日、北京の街中の習近平肖像を撤去するように求めるご当局のお達しがあったとするニュースが流れる。番7月9日、香港で 江沢民。あ、江沢民。あ、江沢民じゃないですからね。エビクス関係ないですからね。<laughs> 江沢民。主要機ラ党の長老が連名で習近平の独裁傾向を批判し、政治局拡大会議の開催を求める意見書を提出。<laughs> 王、東寧はすでに解任された。党の噂が報じられた。4番。7月9日、人民日報第1面に習近平の名前が見当たらなかった。5年ぶりの出来事だそうです。 次五5番、7月11日、新華社傘下の学習時報が1980年に、えー、過酷法が個人崇拝を許したと批判されて自己批判、えー、以降現役指導者の肖像を飾ることを禁ずる法令が出された故事を紹介。 4番番や5番は公式メディアでで確認できる事実ここから見て少なくともメディアに対して個人崇拝をあおるなといった指示が下りた可能性はかなり高い3が、えー、長老連盟の意見書とか王と、ね、解任という,かいうのは、えー、まだわからないそうですよ。 確認はでできないそうです去年は散々習近平が権力を確立した2027年まで3期続投は確実といった言説を聞いたが今度は習近平が批判にさらされているという葛藤感は否めないですでうん、えー、対米関係急悪化は習近平の責任 というような形でですね批判されているようなちょっとこれからまだ記事長いんですけどこのぐらいにしますけどもですからねあのトランプはほらあの結構、ズバズバ何でもやっちゃうじゃないですか。 だからオバマではねこんなこと一切できなかったんだけど中国からの輸入完全かけるよともう安い中国製は買わないからとアメリカの労働者の仕事がなくなるからもう買わない、買わないとかね普通行っちゃうわけだってそんなことさアメリカっていうのは自由貿易、自由貿易っていうにだからえ特定の国のこれ買わないからなんてことはですねあのそもそも、うん、そういう発想なかったんだけどもでもね、アメリカファーストだからアメリカの,の得にならないんだったら買わないからってやっちゃうわけだからねこれできるのがすごいことなのよ。 はい、そしてマジポンってなってるのが習近平で習近平も一生懸命ね報復関税とかやってるけどもはっきり言っていいですか中国とアメリカが取引することによって一番得をしてるのは中国なんですよ、ね、だからいやこっちも関税かけるからって言ってねアメリカのもの買わないからって言ったっていやいやそれよりもだからアメリカはね分かってるんですよ、えー、肉を切らせて骨を立つ もちろんね、えっ、ー、と、中、えっ、ー、と、アメリカのものに関税かけられたら、アメリカのもの中国に売りにくくなるよ。だから何って感じ。というか、買わねえからって話だから <laughs>。だからそうするとね、あのー、アメリカはだって、ね、今経済いいわけですよ。そして中国との貿易戦争でもアメリカの株上がってるわけですよ。で、ドル高いですよね。えー、それに対して、元はもう売り浴びせられちゃって、えー、中国の株式市場低迷しちゃってるわけですよね。えー、 これどういうことなんですかってことなの結局この防、えー、米中貿易戦争はアメリカが勝つっていうふうに市場は見て、マーケットは見てるってことなんですね。確かにアメリカはマイナスがあるかもしれない。でもその分プラスもあるわけですよ。ね。えー、なので、アメリカの労働者の仕事を守るんだというのは、これ、えー、何もね、トランプが葛藤のことやってるわけじゃなくて、もう選挙公約だったじゃん、これって。中国のもの買わねえっていうのは。は最初から言ってたじゃん。 ね、だから、ね、トランプ大統領って葛藤のことをやってるようにいいいよく言われるんですけどもただ選挙公約を淡々と実行してるに過ぎないんですよねそうそうで結局、アメリカも多少はマイナスあるかもしれないけどそれ以上にプラスもあるとで中国はマイナスでしかないわけですよだって中国の経済発展の原動力はアメリカとの取引だからそうですよ で中国がね、あんな大きくなって世界中困ってるけど、アメリカが取引してるから原因なんですよ。だからむしろ世界中の国が中国とちょっと距離を置くっていうふうにしたら、中国の経済発展は一気にも収束になるわけです。そしたら中国のね、台頭っていうのはもうそれ以上なくなるんだから。だから中国がどういう軍事作戦を取るかとかね、どういうふうに挑発するかっていう前段階ですよ。その根底に何があるかって経済成長なんだから。経済成長なければ中国の脅威はないんです。ね。 えー、だから中国は、ね、まだ脅威じゃないんですよだいぶ脅威になってきたけどまだ本物の脅威じゃないここから3年5年6年というふうにグッ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 と経済成長していって中国の軍事技術がそれに追いついてきた時に本物の脅威になるわけですねそれを崩すのは簡単なんですよ経済成長を止めちゃえばいいんだからいやむしろマイナス成長にしちゃえばいいんですからだからアメリカが取引を手控えるっていうのはこれは中国の経済成長に大きな打撃を与えるでしょうねえ私は この中国の台頭を防ぐためにはもう最高のことをアメリカはしてくれていると思います。はい